パース空港は、オーストラリア連邦西オーストラリア州、パース都心に、近接し、都市圏の航空需要の大部分を担う空港である。国際的な基準では中規模な空港ではあるが、オーストラリアアジアアフリカ、他の太平洋諸国に運航する、その位置は、戦略的な役割を担う。バス乗り合い版、自動車でアクセスできる。1986年に建てられた。 コントロールタワー。1944年5月にギルドフォード飛行場として開港した。これはメイランズとパース近くの海岸のラングレーパークにあった空港を置き換えた。1952年にココス島、モーリシャス経由、南アフリカ行きの最初の国際線就航の後、パース国際空港に改称された。1986年には旅客の増加に対応するため、 国際線専用ターミナルと管制塔が空港の東部に開設された。1999年着陸するボーイング747が滑走路にぶつかってエンジン1機が破壊した。頻発する気象状況の結果もたらされる低層大気の乱流もしくはウィンドシアーとしても知られる現象が原因と決定された。主にこれは 現地の地形と近くのダーリング崖の風のロールに伴って起きる。この事故は空港周辺の気象監視システムの改善努力をもたらした。2001年、アンセット航空の破産後、アンセットターミナルは互い者ターミナルになり、元アンセット市会社スカイウエストやバージンブルーを取り扱うことになった。2002年に空港名はパース空港と簡単化された。2004年、 空港は60周年を記念し、エアバス A380 のような巨大機を運用するための新しい誘導路、タクシーウェイエースを開設した。パース空港には3つのターミナルがある。滑走路は、地北から時計回りに30度、210度で、長さ3444メートルの主滑走路と06、24方向で2163メートル長の副滑走路とからなる。 エアバス A380 型機の導入に伴い、同空港はヨーロッパ・オーストラリア間のカンガルールートのハブ空港として最適な位置にあると考えられている。航続距離の増加により、航空会社はパースからノンストップでヨーロッパの主要な空港に飛べ、シンガポールやバンコクのような歴史的な経由地に着陸せずとも良くなる。州政府と 空港管理者はパースを魅力あるハブにすることが目標であると述べており、同空港を巨大機と旅客数の増加に対応するよう昇格させる計画を持っている。空港マスタープランでは2021年までに国内線、国際線ターミナルを統合する狙いである。現在、国際線、国内線ターミナルは主滑走路を挟む形になっており、橋や軌道で結ばれていない。 両ターミナルはバスで15分ほどかかり、道のりは約1 1トルもあるため自動車での移動がほぼ必須である。計画では現在の西ターミナルを閉鎖し、国際ターミナルに鉄道新線のような改善された交通アクセスを含めた開発を行うことになろう。空港の将来計画には、現在のレイスさん種滑走路に並行する百メートル級の 第三滑走路を建設する予定がある。パース都市圏に対する騒音の増加が予想されるため、論争の種となっている。ありがとうございます。